マッツ・ユンカーは、デンマーク、首都地域フムレウェイク出身の元同国代表サッカー、選手。現役時代のポジションはフォワード。高校在学中の2000年、デンマークスーペルリーガのリンビー BK からデビューした。外国のクラブからの興味を受けていたが、2001年12月に、ブレンビー・イーフと4年契約を結んだ。なお、リンビー BK は、 財政面に問題を抱えており、金銭が発生しない遺跡が許されている。ブレンビー・イーフでは大きな成功を収めることなく、デンマークファーストディビジョンのウルストック FC にレンタル遺跡した。ブレンビー・イーフのミカエル・ラウドルップ監督は4から2から3から1フォーメーションを好んで用いたが、ユンカーはワントップに適応できず、2004年に FC のアシェランに完全遺跡した。 FC のアシェランでは、ロケットスタートを切り、シーズン前半戦だけで11得点を挙げたが、後半戦はわずか2得点に終わった。遺跡2シーズン目は、チームメイトとのポーカーの最中にイカ様を働いて、現行犯で捕まるなど、散々なスタートであった。この際に、チームメイトからは、合計1万から1万5000デンマーククローネを巻き上げているが、 彼は勝利への強い欲望が不誠実な手段を使わせたと告白し、この出来事は信頼関係を築く上で良い教訓になったと語った。この事件以後は一層慎み深い性格となり、個人の能力ではなく、常にチームのプレイぶりを称賛するようになった。この影響かどうかは不明だが、以前まで欠けていた安定感を身につけ、4から4から2フォーメーションを採用したチームの中で、 シーズン前半戦だけで15得点を挙げ、再び海外のクラブからの注目を集めた。2006年1月の移籍期間中に、移籍金1000万デンマーククローネでエールディビジの SBV フィテッセアーネムに移籍した。1月15日のフェイエノールト戦に先発出場して、デビューしたが、腰を痛めて、後半途中にトムデムルと交代した。2月11日の SC ヘイレンフェエン戦で、 全制点となる初得点を挙げたが、その後4失点して敗れた。2005から06シーズン後半戦だけで4得点を挙げており、チームが FC のアシェラン時代のチームメイトであるアンデルス・デュエを獲得しようとした際には助言を与えた。デュエは2006年7月に移籍金1000万デンマークククローネで加入している。2005から06シーズン序盤は、 アンドゥエレプロールとのポジション争いに敗れ、フィテッセを離れる可能性についてメディアに語った。2006年1月に FC ユトレヒトに移籍仕掛けたが、移籍期限最終日になってフィテッセはこの取引をキャンセルした。2006から07シーズン終了後にも FC ユトレヒトは獲得に興味を示したが、フィテッセは売却を拒否した。2009から10シーズンは、 ローダ JC にレンタル移籍し34試合21得点の好成績を残した。2010年7月、ローダ JC に完全移籍した。2013から14シーズンをもってジュピラープロリーグのキロボルトメヘレンを退団。2014年7月、東京のモルテンスコーボと共に ISL のデリーディナモス FC へ加入した。 U-19 デンマーク代表では2試合、U-20 デンマーク代表では5試合、U-21 デンマーク代表では6試合に出場している。2006年8月16日、ポーランドとの親善試合の67分に、ニクラス・ベントナートの交代で途中出場し、デンマーク代表デビューを果たした。ゴール、ありがとうございます。